教育工学は教育現場の改善に資する教育効果の高いアーティファクトを設計、開発、評価する学問である。教育工学については様々な立場があり、教育に必要な道具や技術を生み出すことを目的とするものから工学の持つ技術思想的な手法を教育活動に応用することを目的とするものまでがある。 第二次世界大戦後に活発に研究が行われるようになり、1980年代までは比較的新しい領域と言われていた。2000年代以降はインターネットの普及に後押しされる形で急激に成長した研究分野である。従来、教育工学は生産業などで見られるドキュメント化を教育現場でも行っていこうとする。 教育技術の体系的集積にも取り組んでいた。しかし、現在では、教育技術について同一場面において、同一のものを用いるという態度に、教育活動上において問題があることが明らかになりつつあり、教育工学の目的は、従来と比較して変遷が見られると言われている。現代において、教育工学は、より創造的、 効率的な教育を行うための技術の研究を行う学問としても捉えられており、教育で活用される情報について研究する、教育情報学や、情報の教育について研究する、情報教育論などの基礎論としても捉えようとする、動きもある。現代の教育工学においては、情報学や、教育方法学などと、相まって、視聴覚教育として使用される。 スライドプロジェクター、映像、OHP、そしてコンピュータなどの教育にも用いることができるメディアの活用についても研究されるようになっており、教育工学において、これらの機器の基礎的側面が研究されることもある。しかし、基礎論と応用論の区分は厳格なものではなく、教育工学を含む具体的な各研究においては、基礎的領域から応用的領域までを適に、 扱っていることが多い。このような事情を背景に、教育工学の語は、技術の教育方面への応用という意味合いが強調される形で、教育に関して工学的な要素を持つ研究の総称としても用いられるようになってきている。英語において、一般的な工学については、エンジニアリングと呼称されるのに対して、 教育工学についてはエデュケーショナルテクノロジーと呼称されている。一般的に工学においては技術者要請の視点が含まれているが、教育工学は教育技術者の要請を意図していないと考えられている。このような背景もあってか、日本において工学部に教育工学科、教育工学課程というようなものは設けられておらず、 教育工学全般については、教育学部で扱われる、学問分野と考えられることも多い。なお、情報教育についての情報工学からのアプローチ、などもあり、このような個別の研究については、工学部を含む多様な学部で扱われている。産業革命以降、ものづくりは徐々に自動化の道を歩み始めた。そして、フォード社が自社の車を生産するのに、 流れ作業による方式を考案した。これにより、従来は一人の職人が一台ずつ仕上げていた、車を大量の人を用いて、効率よく大量の車を生産することができた。この流れ作業の図式を教育に応用しようと、出現したのが、教育工学である。すなわち、材料を、 生産計画に合わせて工場に投入工場から出てきた製品を計画と照らし合わせて検査問題がなければ出荷という一連のプロセスを教育に置き換え未教育の子供を教育計画に合わせて学校に入学させる教育を終えた子供を計画と照らし合わせて検査検査結果に問題がなければ卒業というように考えた教員という職業は職人的な側面が強く 十分な教育が可能なレベルにまで達するには、教員の職についてから、さらに十年ほども必要だとされる。前述の流れ作業的教育を行うためには、この教職技術を科学的方法によって検証し、教授技術をマニュアル化する必要があった。この教育プロセス及び教授技術のマニュアル化を行うために発生した学問が教育工学である。 井上光弘、教育工学の基礎国土社1971。ありがとうございます。